おおざすおざすすで新しくえっとかずきチャンネルにアリサさんが仲間入りしてで主に「歌ってみた」を投稿しているのでよかったらそっちもチェックしてくださいで今日は薬物の隠し場所について語っていこうかなって思いますでまあ主にまあ薬物って言っても、まあ、MDMA だねうん、あとまあ覚醒剤とか、まあ、そっち系のケミカル系の隠し場所について語っていこうかなって思いますで、まあ、ここ数年 MDMA の検挙率が上がってるらしいんだよね、うん、で MDMA で捕まってる人がねやっぱ増えてるみたいだねでやっぱその捕まる のっておそらく一番多いのって植出されてでそこで持ち物検査されてそこで物が見つかってそのまま現行犯逮捕がほとんどだと思うんだよねうん覚醒剤にしろ MDMA にしろまあ大麻にしろうんでまあ俺が思うにまあ多分ね大麻って一番 隠すのが難しいなって思うんだよね。まあ草じゃん,、うん。で、匂いもさ、すごいし、まあ、パケに入ってさ、まあなんとかね、ラップとかでぐるぐる巻きにしてもさ、やっぱ大きいからさ、こ,こんぐらいじゃんそう。で、なかなかさ、で、あとパイプとかさ、いろいろあるから、で、も匂いもすごいし、うん。そうだね。隠すのが難しいね、タイマーは。うん。で、まあ今日はちょっと一回、まあ、 タイマーはちょっと置いといて、まあ、MDMA と覚醒剤とか、まあ、ケミカル系のことについて。うん、で、まあそのさっき言ったように、ここ数年、その検挙率が上がってるのね。で、まあ、隠し場所だよね。まあ第一に職質されない前提で、まあ俺はやってた時はね、行動してたんだけど、まあもし、 その植出されちゃった時,だよ、ね、でその時にまあ俺の場合はね普通にポケットの中に <laughs> 入れてたからまあ本当にやばかったねうんで普通に決まってる時とかも普通にポケットの中に入れてたからそれはちょっと本当にまあ今思うともうやばいかなやばかったね本当に自分の不注意うんだったねうんだからまあ本当にうんやばいねそれはうんでまあ その隠し場所なんだけどいろいろあると思うんだけど、まあ、例えばパケに入ってたらさ、まあね、パンツの中とか、まあ、ほんと裏のね、まあ、ポケットとかいろいろあると思うんだけどで、まあ、大体さ、まあ、じゃあ MDMA の中で質のいい俺がやってたのはピュアね、まあ、ピュアとか、まあ、ピュアの中に入ってるシャブとかね。うん、で、まあ これねこれまあ、これ違うよこれサプリだからねあのビタミン C のサプリだからこれは違うんだけどこれがねそうまあうんピュアだとしてわでもうんすごいねほんとこんな感じなんで、まあ、色はねこんな感じじゃないけどまあ、こんなたくさん入ってないねうんこんなたくさん入ってないうんでまあ普通にさこれがパケにねじゃあ入ってたとしたら <laughs> ね警察は まず、うん、これ何ってなるから <laughs> でそこをまあ多分分かると思うから向こうも、まあ、これは絶対怪しいものだなって、うん、もうその時点でもう普通に薬物専門の刑事が来てこの中パカッて開けられてで調べられてでああこれは。 覚醒剤もしくは MDMA の成分が入っているからそのままじゃあ現行犯逮捕ねえで、うん、そうなる可能性が高いから、うん、だからもう本当にまあ食されないのが一番なんだけど、まあ、もし食筆されちゃった時にの隠し場所で一番まあ俺が、まあ、他にもいっぱいあると思うよもちろんいい隠し場所がで今のところ俺があくまで一番いいなって思ってる隠し場所なんだけど 俺、タバコ吸わないんだけどこれタバコねうん、タバコ、うん、でタバコなんだけどこれ中開けてもらうとね、うん、何も特に多分、怪しくないと思うんだよね、うん、でこれね中ねこれちょっとねと取るとね さすがにね警察もねまあよっぽどのことがない限りねタバコの中まではね見ないと思うからちょっとね撮影用にタバコを買ってきたんだよね、うん、でこんな感じで入ってる <laughs> うん。まあこれあの。 違うよあのサプリだからねうんビタミン C のサプリだから、うん、でもピュアはこんな感じうん色,、まあ、色は違うけどうんでこれがねこの中に入れとくのがね、まあ、もし食事されちゃった時は普通にこれ持ち物出してって言われた時にこのままパッて出せばうん多分大丈夫だと思うこの中まで見られることはね、まあ、よっぽどのことがない限りうん 大丈夫だと思うね、うん、ただそれがシェラフの時だったら大丈夫だと思うんだけど、うん、決まってる時だね、うん、決まってる時にまあ職質されちゃったらそのね、まあ、MDMA にしろ、まあ、シャブにしろ決まってる時って目のさ動向ががんびらくのねで やっぱ警察もさまあ職質する理由にもよると思うけどやっぱいろいろチェックすると思うのね警察ってで必ず多分目見て話してくると思うのでやっぱそういうマニュアルとかでさあ,のあると思うのねその目の動向のチェックとか、うん、で明らかにねその目の動向の開き具合が半端じゃないのねもう黒目がもう本当にもう。 もうほんとにもう黒目がねもうほんとカピラらげちゃうからでしかも今の時期ってさまあちょっと最近あったかくなってきたけど汗かくんだようん汗 <laughs> で多分職質されると余計に汗かくと思ううん変な汗とそのまあ仮にね決めてブツを持ってたとしてうんでそしたら 変な汗プラスその決まってる時に書く汗で目の動向を開いてるうんそしたらもう警察はああこいつやってるなってなるから、うん、でそうなってきた時にまあもしねあまあ警察官にもよるねその警察官にもよるけど、うん、ただまあこの時期にさねこんなまあ 汗だらだららいててね、うん、でそこでまあテンパっちゃってさもう明らかにおかしいってなったらもう警察もそこはもうとことん詰めてくると思うようん明らかにおかしいから、うん、でそこで絶対持ってるっていう風な認識に警察がなったらとことん調べると思うからそしたらもしかしたらタバコの中とかまで見られるかもしれない、うん、でまあ多分色々 もっとね隅々まで調べられるかもしれないからまあ、もしねその汗まあ、夏とかだったらいいと思うけど汗かいちゃったりとかするんだったらもう先に何だろうば、まあ、いや実は僕なんかもうなんかちょっとすぐ汗かいちゃうあれなんですよねみたいな感じで行っと行くのもありかもしんない。うん なんかもう、まあ、とにかく変にテンパらない方がいい方がと思う、うんきょまあ、そこで挙動不審になってちょっとなんか逃げたりとか逃げる素振りとかするともう余計にこいつ怪しいってなるからそこはもうちょっとまあ逃げたくなる気持ちはわかるけどもう堂々としてた方が絶対にいい、うん、逃げると逆にね怪しまれるから、うん、もう堂々としてた方がいいもうそこでもうバレちゃったらバレちゃったでもうそれは。 そうだね。うん、でまあまあ極力ね決めたらねも持ってない方がいい。家にね置いとけばねよっぽどのことがない限りガサ入らないと思う。うん、そうだね。まあガサっていうのはの家宅捜索ね、うんうん。よっぽどのことがない限りねガサは入らないと思うから、まあ、ただその。 まあ、シャブとかのさよくある切れ目の勘ぐりとかでなんか警察に狙われてるんじゃねえかみたいなあどうしようみたいなで全然なんか普通のあの <laughs> なんかよく通るあの車もう普通にもうなんか隣人とかがなんか警察に見えてきたりとかそういうのとかでなんか。 自首しちゃったりする人とかもいるらしいんだけど <laughs>、まあ、本当によっぽどのことがない限り、多分ね、ガサは入らないと思う。うん、薬物。うん、まあ、本当に、なもう数年単位とかでもう常習してて、で、なおかつ売人に、その売人がマークされてて、芋づる式でとかじゃない限り、その、ガサは入らないと思う、家の中に。うん。で、一応家の中、 でももしガサ入った時用に家の中での隠し場所も一応考えておいた方がいいかなって思うね。うん、でまあもしかそのね薬物の多分ガサってなるとね相当家の中ねいろんなとこ調べられると思う。でしかもそういうい刑事って今まで いろんなところいろんなさ薬物の隠し場所とかを調べてきた刑事だからそれなりに経験がさやっぱあるわけだから多分ねある程度もうその家の中こういうなんかね人だったらどこに隠すとかもうそういうの多分分かってると思うから、うん、そうだねだからもし刑事来たらねまあトイレ、うん、トイレに流しちゃうのが一番いいかもしれないね。うん もういつでもトイレにに流せるようにピンポン来てうんそうだねまあでもどうなんだろう、うん、その可能性ピンポン来てあ警察ですけどみたいなって感じになったら多分証拠隠滅されると思うから多分もしかしたらゴミ多分あれだねあの仕事行く前とか。 ゴミ出しの時とかに家出てきたタイミングで多分、あ、〇〇警察ですけど、みたいな感じで言われて、ちょっと、あの、捜索差し押さえ証出てるんですけど、みたいな感じで多分、ガス入る可能性が高い。あ、そっちの方が高いな、多分。そうだね、家にガス入る時はそっちの方が高い。だってピンポン押して、ね、鍵開けるまでの間に、だっていくらでも捨てれるもんね。うん。ってなると、 まあ家に置かないっていう選択が一番なんだけどまあなかなかねそれも難しいよね、うん、まあでもね家の中でもまあこれはちょっとねあんまり言っちゃうとあれなんだけど隠し場所はねあるねうん <laughs> そうだね俺昔中学校の頃にねそのガス入った時に 色々ね、自分の部屋の中とかねそう、56人ぐらいの刑事にめっちゃ調べられた時にまあ、その時は薬物のことじゃなかったんだけどねすっごいめっちゃ調べられた時にねそう、うん、ああそ,そこ見るんだああそこも見るのねあそこ見るんだああそこねそこねなるほどなるほどなるほどねみたいな感じで <laughs> あったんだけど、うん、まあ多分ねその刑事とかにもよるんだろうね、うん、どこ調べるかとか。うん まあただよっぽどのことがない限りその家、まあ、家宅捜索はないと思うからそこまで神経質にならなくても大丈夫だとは思う、うん、ただまあ油断大敵だね、うん、油断大敵だね、まあ、やっぱね薬物で捕まる人ってねみんな、まあ、俺も俺は捕ま,捕まらなかったんだけどあのみんなねやっぱ自分は大丈夫だろうって思って。 たたケースが多いみたいみだね、うん、よくテレビとかのニュースで薬物で捕まってるニュースとか見てああバカだなみたいななんで捕まってんだよみたいなもっとうまいことやれよみたいな感じであの思ってたら自分が捕まっちゃう自分も捕まっちゃったみたいな、うん、感じのケースが多いらしいね、うん、だから油断体的だね、うん、それは間違いないと思う、うん、で、まあ、やっぱ一番 その薬物を持っているときにそのパクられるのは植出されてでその時に物を持っている、うん、それだね、うん、であとまあ決まってるときとかだよねでそのときとかはねもう下手したら、まあ、尿検とか取られる可能性もあるからね、うん、明らかにもうああもう。 やってるなみたいなでも刑事その刑事にもよるかもしれないけどその明らかにもう決まってもう汗もかいて目の瞳孔も開いてあもうこの日こいつ確実にやってるみたいなただブツは出てこないみたいなそしたらでも警察はこいつは絶対やってるってなったら尿検取らしてってなるかもしれないね、うん、でそしたらねあの、うん、尿検でそれでうん そうだね、尿検取られてで、それで尿でその、まあ、出ちゃったらそれはもう使用罪ってなっちゃうからね、うん、で、所持してなくても使用罪で持ってかれちゃうから、うん、だから決まってる時はね気をつけた方がいいね、うん、そうだねなかなかね、うん、まあでもね、うん、ま、あんま外出ない方がいい本当に <laughs> 決まってる時はまあ俺 はね、当時ハマってた時はね、まあ、やっぱ外出る時は出てたねうんまあでもあんま出ないようにしてたねうん極力うんでもやっぱなんか外のんかね風とかも気持ちいいじゃん <laughs> うんだからまあうんでも極力外に出ないに越したことはないね、うん、であと、まあ、まあ覚醒剤に関してはまあ どううなんだろう減ってるのかなうん減ってるとは思うけど MDMA に関しては減ってたんだけどここ数年また上がってるみたいだからそうだから気をつけた方がいいねうんまあそんな感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います最後まで見てくれたらありがとうございましたじゃあまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました